ぽんちゃまぼです、先日のラジオ会でお話をさせていただきました、麻婆検定について、早速クリア者が出ましたのでご報告をいたします。はい、今回クリアされた方がセネルさんですね。おめでとうございます。それでクリアされた方はね、申請をいただければ認定証をお渡ししますっていうことを、一緒にお話しさせていただいてたんですが、セネルさんの方からね、認定証ちょうだいって言われましたので、このまま認定証授与式に移りたいと思います。認定証第1号セネル殿、あなたはこの度における麻婆検定試験1級ハンマー編をクリアしたこととともに、熱心なマケチョンネルリスナーであることをここに称し、感謝とともにこの証書を送ります。うますぎる今後も異次元プレイヤーとしてますます活躍されることを期待しております。2022年6月4日マケチョンネル代表取締役麻婆。これからもね、さらに腕を磨いて、そうですね、コースの壁をバンバンぶち破ってもらったらと思いますはい、ではお渡しします。どうぞ。はい、今回クリアおめでとうございます。そしてプレイありがとうございました。はい、こんな感じでね、認定証をお渡しするときは、授与式という形をとってみようかなと思います。そうですね、どんな感じになるのかっていうのが早速ね、みんなに見せれたんで、セネルさんがね、早めにクリアしてくれて本当に良かったです。ありがとうございます。もしクリアされた方で、認定証欲しい方は、いつでも言ってください。もうどの動画にでも構いません。もう動画ね、全然関係ない動画の時でも、構いませんので、いつでも認定証くださいって言ってもらえたら、発行いたしますのでよろしくお願いいたします。あとね、コースのコメントの方に、申請いただいてもいいんですが、お渡しはね、こういう動画っていう形で、お渡しするようになると思いますので、そちらは、ご理解いただいたらと思います。それでは今後も皆さんの挑戦お待ちしております。以上、麻婆でした。改めてセネルさん、クリアおめでとうございます。そして、ありがとうございました。